今回はダブルス解説動画になります。実際の試合を見ながら、どのような狙い、どのようなポジションを取っているかについて話していきたいと思います。このチャンネルでは毎週テニスコーチがテニスに関する動画を公開します。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今回の解説では前衛の動き、プレッシャーのかけ方がより良かったので、その辺について話していきたいと思います。奥側のストロークの人がボールが深かったので、ループ系のボールを使い、時間を使いながら相手のコート深くに返していきます。手前側のチームは深いボールに対して後方に下げられます。下がったことによって相手コート前の時間かかるので、相手が打つ瞬間に奥側のチームの前衛はポーチボレーに動いていきます。時間があるときはこのように動いてプレッシャーをかけていくことは大事になっていきます。リターンを一歩中に入って打ち込んでいきます。サーブを打った人はスライスの返球になります。この時にスライスの動作になった瞬間に、奥側のチームの前衛はセンターに少しポジションよりポーチボレーを狙っていきます。しかしこのボールは少し高かったので前衛は取ることができませんでした。けども、このようにスライスの返球になった時は少し相手にプレッシャーをかけていくことは大事になっていきます。サーブはバックハンドに入った瞬間に、手前側の水色はポーチボレーに動こうとプレッシャーをかけていきます。これはうまくロブを上げて回避をしていきました。この場面一番最初にも見ましたね。少しループ系な棒で深いボールが行き、手前側のストロークを下げさせました。ここでストロークの人がどう考えるか。先ほどはこのような状況の時に相手が打つ瞬間に奥側のチームの前衛はポーチボレーに動いてきました。今回も動いてきましたね。うまくストロークの人はそれをついてストレートを打ちましたが、ネットミスになってしまいました。抜ければ手前側のチームのポイントですが、奥側のチームは一番最初にポーチボレーに動いてたので、それによってミスを誘い出したとも言えるでしょう。サーブが浅くなったところ、リターンの人は前に入りながら打っていきます。この時点で奥側の前衛の人がポーチボレーのアクションを見せていたので、リターンの人はストレートに狙っていきました。けども、ここもミスになってしまいました。奥側のチームの前衛の動きに注目です。リターンを打とうとした瞬間にポーチボレーに動きます。リターンの人はこの動きが目に入り、前衛にかからないようにロブに切り替えていきましたが、ミスになってしまいました。このように動くことによって相手のミスを誘えます。ボディーサーブに対してリターンの人は回り込みながら返球していきます。回り込みながらの返球になるとクロス方向に行く可能性が高いため、奥側のチームの前衛はセンターにポジションを取ります。リターンがネットにかかりましたが、ネットを越えてれば前衛はこのボールを攻めていたでしょう。ここも前衛の動きに注目です。ワイドにサーブが入ると基本的ならストレート方向にポジションを取ってストレートを抜かせないようにしていきますが、前衛の人はセンターに動こうとします。これはフェイクで、今までポーチボレーに出ていたので、ポーチに出るよっていう合図をリターンの人に見せました。それにリターンの人はうまく引っかかってしまい、ストレートに打ち、前衛の思うような展開で攻撃をされてしまいました。このように今まではポーチボレーにたくさん動いてましたが、動くと見せてステイするのも一つ手にはなっていきます。奥側のチームの前衛はサーブが入る前にポーチに動くぞというアクションを起こします。これはフェイクでワイドサーブに対してストレートを守ります。水色がローボレを打つ動作に入った瞬間に、手前側のチームの前衛はセンターに入り攻撃に備えていきます。そしてその位置にちょうどボールが来て上から叩きつけて攻撃をしていきました。
手前側のチームの前衛はどんどん動きますね。リターンが相手サーブ&ボレーの足元に沈んだ瞬間に手前のチームの前衛はポーチボレーに動いていきます。そしてその場所に浮いてきたボールが来たのでそのまま前衛の足元に上から攻撃をしていきました。ボディーサーブでリターンの下をフォアで回り込ましたので手前側のチームの前衛はセンターに少し動きポーチボレーを狙っていきます。しかしこれは触るのは難しい距離だったのでスルーします。後衛がストロークを返球している間に前衛の人はポジションを戻しますが少しセンター寄りにポジションを構えています。この時に奥側のストロークの打つ位置がもう少しワイド方向で打っていたらもう少し手前側のチームの前衛の人もストレート方向にポジション寄らないといけないですが、ストロークの人が打つ位置がこの位置なのでこのポジションで OK です。ストロークの人にとってみたらストレートが少し空いているように見えたりもう一度ポーチボレーを狙ってくるんじゃないかと見てストレートを狙いましたが待ってるような形になりましたね。奥側のチームは手前側のチームの前衛の人に苦しめられていたのでここはロブを上げて一度後衛に打たせる選択肢を取っていきます。そしてロブを打った水色の人はロブが抜けたのを見てポジションを前に取っていきます。前に取ることでストロークの人に少しでも浮いたら攻撃するよというプレッシャーを与えることができます。結果として相手のミスを誘うことができました。リターンを回り込もうとしましたが苦しい状況になったのでロブで回避をしていきます。水色の前衛は二重の間であるセンターに対してスマッシュで攻撃をしていきます。奥側のチームの前衛はなんとかこの棒に目を合わせて返球しいい深さに帰りました。入った瞬間にすぐにディフェンスからオフェンスへの行動に切り替えです。奥側のチームの前衛は前に詰めてセンター側にポジションを取ります。手前側のチームはたまらず前衛に引っかかんないようにロブを上げて回避をしようとしましたがミスになってしまいました。相手のスマッシュを返球してただ守っておしまいではなくオフェンスの行動をしてストロークの人にプレッシャーをかけていくのはとても素晴らしいですね。リターンがベースライン後方の深い位置に入ります。手前側のチームのストロークは、また奥側のチームの前衛がポーチボレーに動いてくるんじゃないかと見て、ストレートを狙いましたが、アレーの位置にボールが入っていたので、前衛の下はステイを選択していました。そしてストレートに打たれたボールに対して余裕を持って対応し、手前側のチームにとっては遠い前のオープンスペースに打っていきます。そしてボレーを打って終わるのではなく、前衛のピンクの人は次にセンター側に浮いてくることを見越してセンターにポジションを取ろうとして詰めていこうとします。奥側のチームのピンクはまた動きます。通常ならワイドサーブに対してはストレートケアで入っていく形が多いですが、全体的にピンクのチームが押してる感もあったので、積極的にポーチボレーに動いていきました。さらにその次のポイントにもまた前衛の人は動きます。このゲーム2ポイントポーチボレーに出ていたので前衛の人は3本目も出るぞという勢いでアクションを起こそうとしますがこれはフェイクです。一度ステイをして相手の様子を伺います。手前のチームからするとまた動いてくる可能性もあるかもしれないので一度ストレートロブで前衛には引っかからないように回避をしようとしていきます。
奥側の前衛の人はバックハイボレーの力が入りづらい難しいとこですが、力強いボールを研究していきました。ここにはたまらず手前側のチームも予想よりも力強いボールが来たのでスライスで上げざるを得ませんでした。結果としてこのボールが浅くなり、空いたワイドへのオープンコートに打ち込まれていきました。リターンをサーブ&ボレーヤーの足元に沈めていきます。沈んで相手が合わせようとした瞬間に手前側のチームの前衛は浮いてくるだろうと予測してポーチボレーに動いていきます。この試合は全体を通して手前側のチームの前衛がかなり動いて主導権を取っていった試合だと見えます。なかなかポーチボレーに動けない人もいると思います。いつ動けばいいかわからないっていう方はどうしても動くことができずそのまま見送ってしまうケースが多いですが、少しでも、あ、ちょっと浮いてくるな、相手の代謝が崩れてるなっていうとこがあったら、まずはポーチボレーに動いてみましょう。そうすることによって出るタイミングとかがつかめてったり、あ、こういう状況だと出ていいんだなっていうとこが見つけれると思います。今回の動画が参考になったと思う方はぜひ高評価、またテニスに関する動画を毎週配信してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。